キーエンスに学ぶ営業利益と給与を同時に上げる仕組み、大切なことがあります。何かというと、最小の資本と人で最大の付加価値を上げる、この考え方が給与アップにも会社の利益率アップにもつながります。これを全社で全員で共通で持てるかどうか、そしてそれを持ち続けられる仕組みにできるかどうか、いやそんなこと言っても実践できないということがあるかと思いますので、一個一個お話していこうと思います。では始めていこうと思います。最小の資本と人の命の時間で最大の付加価値を創出すれば、つまり一人1時間あたりの付加価値生産性を向上することができて、高収益化ができれば高賃金化、つまり給与アップも可能になってきます。収益もアップして高賃金にもできる、この仕組みっていうのをどうやって考えていけばいいか、その概念をお話していきます。最初の資本と最初の人の命の時間で最大の付加価値を創出する、つまりそれをやっていくことによって社員全員が高い利益目標を掲げたくなり、その利益目標を達成したくなり、その目標を達成するための能力アップと行動したくなる。それってどうやってやっていけばいいのか。それが何なのか。それは人事報酬制度です。人事制度、そしてそこからつながってくる報酬の制度の設計の仕方。これがポイントになってきます。私が見てきた人事制度、多くの会社様では人事制度でしかないです。つまり人を評価する制度なんですね。ではなくて、そこにちゃんと報酬制度をしっかりと紐づける。つまり、先ほどお話ししました。会社がお客様に価値貢献した。その価値貢献した分から売上が来る。この売上を再分配するっていうのが報酬制度ですよね。その報酬制度の中で、どうやって誰にいくらを渡していくのかっていうのが人事制度っていう形の考え方。人がどう動くんだ。で、動いた結果がどう反映されるんだというところをどう決めてるか。それが、一人一人が一日一日生きてるとき、一ヶ月で生きてるときに、あ、僕はこういうふうに評価されて、こういうふうに報酬が上がっていくんだっていうところが、きちんと頑張ったら成果が出て、その成果っていうのがちゃんと自分に評価に跳ね返ってきて、それは報酬にも跳ね返ってきて、キャリアにもつながっていくというような仕組みになってるかどうかっていうのを見ていただきたいってことなんですね。そんな中、私が知っているキーエンスという会社の中で面白い仕組みがあります。それをいくつも話していこうと思います。まず一つ目がですね、業績連動型の賞与報酬制度ですね。業績連動型、もしかしたらですね、もう本とか読んでいただいて、キーエンスという会社がどういうふうに報酬を分配してるか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。あの会社は業績連動型の報酬制度というのをしてます。これがですね、なんかこう聞くと、あ、じゃあ営業の方が頑張ったら1億売ったら1000万もらえるとかなんですねって思うかもしれませんが、違うんです。あの会社がやってるのは全社への分配です。一番重視しているのはそこです、はい。一人一人の分配ではなく、全社への分配というのをしています。で、これが何パーセントかっていうのはちょっとわからないんですけれども、実際、例えば営業利益が5000億出ました。そのうちの何パーセントかっていうものを、この会社全体の方々に対して分配するという仕組みになっているんですね。さあ、ここでもう一個分かっていただけたかと思います。経営者の方は損せずに、従業員の方に成果を出した分だけの報酬が出る。それでどうやってやったらいいのか。そうです。上がった営業利益、上がった粗利益の分の一部からちゃんと再分配を出すというふうにしていけばいいんです。キーエンスの場合はもうこれを昔からやってますんで、今言った通り営業利益の何パーセントかっていう形になってますけれども、もし新しく導入される、もし新しくそういったことを入れようと思うのであれば、今ある粗利益、いや、今ある人事生産性というものを基準にして、それよりも上がった分の何割かというものを再分配する仕組みというふうにしていただければいいんじゃないかなと思います。例えば、今全体で営業利益1億円あって、これが1億円のところまではこれまでと同じものなので、これまでと同じ報酬ですと。でも、みんなの頑張りでこれを3億にすることができたとしたら、この2億円分の、例えば 10%、例えば 20% の2000万や4000万を従業員の皆様の再分配のための金額として、そこにプールするというふうにしておくとどうでしょう。経営者としては、例えば 10% 再分配するとしたら、2億分の 10% ですから2000万を再分配するわけですね。2000万円分再分配したとしても、1億円から3億に上がって2000万だけですから、経営者としては2億8000万残ってますね。元より1億8000万増えてます。で、従業員の方も給与として2000万円分のプールがあると、例えば、どうでしょう ?30 名の会社でそのことができたとすると、2000万円割る30、70万円ずつ、1人当たり上がるわけですね。これが100人の会社さんだったら、
1人当たり20万ずつプラスになるわけですね。これが1000名の会社さんだったら残念ながら2万しかプラスにならないですけれども、だからこの人数も大切なんですが、なので今よりも上がった分というものを再分配、業績連動の再分配の仕組みの一つに入れていただくといいんじゃないかなっていうのが、キーエンスから学んで考えられる仕組みの一つです。さて、あの会社面白いことがまだあります。業績連動型商用制度かける、プラス今度、相対評価制度というのを考えてます、彼らは。なんで彼らは絶対評価じゃないんですね。こんだけ頑張ったらあなたの評価はこれですって言って、みんなが満点みたいな形じゃないんですよ。きちんと同じクラス同士の方々で言うと、相対評価をされます。何かというと、私も頑張った。でもこっちの人も頑張ってる。だとしたらどっちの方が評価上なんだっていう形で、ちゃんと相対評価が起こります。で、この相対評価と業績連動型の商用制度っていうのがまたですね、このいい組み合わせになってまして、これ何が起こるかというと、業績連動型商用制度とじゃなくて相対評価制度だったら、なんとか相手を蹴落とそうという考え方になるはずなんですね。だから多くの企業が絶対評価、つまりそんなことをしないように一人一人を一人一人としてだけ評価しましょうっていう制度になってるかもしれませんが、これがですね、業績連動型商用制度という形と相まみえるとまた話が変わってくるんです。つまりどういうことになるか、高い目標を掲げたくなるんですね。かつお互いの達成を願い合うっていう状態になるんですね。なぜか、例えばですけど、お互いが蹴落とし合って1000万円と1000万円の粗利しか出ませんでした、もしくはまあ、一人はめっちゃ売れて5000万円です。で、こっち1000万円しか上げれてません。っていう状態で、さっきの業績連動型の商用っていう形でやってみると、原資少ないですよね。じゃあこれが相対評価という形と業績連動型になってくると、どっちがどっかなんですよ。何かというと、1000万ずつしか上げれてないとか、5000万と1000万ですっていう状態か、それとも、お互い協力し合って5000万、5000万。正直評価で言うと、こうつけ方かったとか、ちょっとこっちの方ができたからっていうふうになるかもしれませんが、全体の賞与で言うと、どれが一番高くなるでしょうか。あらり2000万しかない状態。どっちかだけ頑張って6000万しかない状態。それとも、二人で研鑽し合って頑張って1億ある状態。そうですね。一番最後の状態が、そもそもの賞与のパイが大きくなる。です。だから、あの会社の中では、協力し合うっていうのが起こるんですね。つまりチームで頑張る、つまり一人で1億稼ぐよりみんなで7000万ずつ稼いだ方が賞与としても上がっていくっていう仕組みになってるんです。で、経営者の皆様、いやマネージャーの皆様、いやそんなのは言葉で言えばいいと思うかもしれませんが、残念ながらそれは伝わらないです。ちゃんと制度設計として、そもそもの約束としてどういうふうに再分配を起こしていくのかっていうのと、そしてなぜこの仕組みになってるのか、業績連動型と相対評価、それは何のためなのか、蹴落とし合うためなのか、違いますと。お互い協力し合って最終的な付加価値額を増額して、みんなでちゃんと役に立ったと言っていただけて、そして役に立っていただけたということが自分に最後反映されるという報酬制度になっているというのが、業績連動型、かつ相対評価型っていう形になります。で、かつそれを最後クラス別報酬制度。いや、そんなこと言っても、新人さんと年次高い人とで、あと実力ある人とで、どういうふうに分配したらいいんだってなってくると、ここにですね、これは結構一般的なものかもしれません。クラス別報酬制度というものを組み合わせてみる。こういう三つの仕組みっていうのをしっかり組み合わせてみると、一人一人のクラス、ね、一人一人のレベルに合わせて、その業績連動型の商用制度がちゃんと再分配された上で、しかもお互いが達成するっていうことを祈り合う。誰かが達成しないとどうなりますか？このパターンの場合。誰かが達成してないとか、低い目標を掲げたらどうですか？その低い目標を掲げたものを達成したとしても、私たちの賞与は減る側なんですよね。だからお互いに高い目標を掲げようぜっていうような状態になるわけですよ。そもそものルール。報酬制度ってルールの仕組みですから。そのルールの中で考えてみたら、そのルールの中で勝っていこうと思ったら、ルールの中で幸せに生きていこうと思ったら、高い目標を掲げた方がいいっていう合理的になってるんですよ。そういう風な制度設計になってるかっていうのをぜひ見てみてください。自社の人事制度や報酬制度を見たときに、なんかお互いを蹴落とし合いたくなるようであったりとか、自分のノウハウを隠したくなるようであったりとか、もしくはできるだけサボろうとするとか、そうなるような仕組みになってませんか？そうならないような仕組みに変えていきませんかっていうのが今回のお話です。また、時間チャージ。これはコンサルタントの方であったりとかで言うと、もう一般的な言葉かもしれませんが、時間チャージ。まさに一人1時間あたり、いくらの付加価値を生み出しているのか、
そして、いくらの付加価値を生み出してほしいかという要求が時間チャージです。私がいた会社、キーエンスという会社で言うと、これがしっかりとしていて、若い方でも、その1時間あたりに生み出してほしい金額が1万円超えるとか、2万円超える方とか、高い方だと7万円、8万円の方もいらっしゃいました。1時間あたりですよ。その時間チャージを意識しているからこそ、あれ？僕はこの仕事をしていていいんだろうか？ジムの打ち込みの作業というのにこんなに時間をかけていいんだろうか？いいわけないですよね。だからフォーマット化して、仕組み化して、自動化しよう、みたいなことが起こるわけです。こういった時間チャージっていう仕組みも一つの考え方です。また、先ほどの仕組みができていくと分かってくるんですが、個人よりも組織、組織よりも会社。会社で全体の利益が上がるからこそ、組織に再分配が起こり、そして個人個人にちゃんと給与が入ってくると。この考え方っていうのがしっかりなるような制度設計になってるかっていうのを考えてみてください。そして、これも重要なんです。何かというと、見える化です。つまり、実感ですね。実はですね、私がいた時、2009年度、激震が走りました。そして、2020年度にも、キーエンスでは激震が走ったはずです。何かというと、お給料が、ズドーンって下がったんですね。下がったはずです。はい。実際に廃品期企業を見てみてもそうなんです。なぜかというと、2009年度はリーマンショック。2020はコロナですね。によって、業績が下がったんです。下がったらどうなりますか？そう。業績連動型ですから、即給与が下がるんですよ。利益が下がったら給与が下がるということを、え？って、給与明細を見て思うわけですね。どうなるでしょうか？辞める？辞めた方もいらっしゃるかもしれません。でも、残った方はどうしますか？何としても利益を上げるぞ！そうじゃなかったら家族を守れない！って、みんなが意識しますよね。だから、V 字どころかチェック字で回復していくわけですね。もちろん、そのマーケティングが上手かったっていうのもあるかと思います。でも、一人一人が危機感を感じたはずです。このままだったら、自分の給与また下がるかもしれない。そういう仕組みになってる。ってことは、今、新しいマーケットどこにあるんだっていうことを必死にみんなが探すわけですね。だからこそ、こんなコロナの時代、かつ大企業になったあの会社であったとしても、その新しい時代にアジャストするということができてるわけです。見えるか実感というのはとても大切だというのを覚えておいてください。またですね、これ一個大事なことがあります。評価者。この評価者を決めるっていうのも大切です。何かというと、人事報酬制度なわけですけど、人事制度の中には絶対評価制度が入ってきますね。じゃあ、誰が誰を評価するんですか？例えば、私が知っているその会社であれば、営業の方の評価というものは、その営業の方を評価するに足る部署がしてました。つまり、人事の方が評価はしてないです。どこっていうのは、これは秘密になるかもしれませんけれども、営業の方の動きが分かって、どういうふうに動いてくれたら、付加価値が高まっていくか分かっている部署が営業の方を評価します。遠い部署である人事の方が、頑張ってる頑張ってないとかっていう形のものではなく、その一つ一つの動きが付加価値につながってるかどうかというものが、目に見えて分析できる部署が評価軸を決めて、そして評価をします。というような風になっていくと、分かりますかね？付加価値が利益を作り、給与につながっていくっていうことっていうのが、きちんとコントロールできる仕組みになっていく。つまり、先に利益が出て、給与に反映するというやり方ができるんですね。今回の題名、分かっていただけましたでしょうか？そうすると、経営者が絶対に損をしないんです。ちゃんと先に利益を出す仕組みを作る。先に利益が出る。それを分配する。ね。その分配の比率っていうのは自分で決めてください。その比率にしても、100% の部分から何配分するのかですから、元々よりも上がったものを再分配に入れるわけですから、経営者が絶対に損をしない仕組みになっていくわけです。社員全員が高い利益目標を掲げたくなり、その利益目標を達成したくなり、その目標を達成するための能力アップと行動をしたくなる。今言った7つの項目というものを実行に移していただく。今日のこの話で言うと概念の部分ですけれども、これは実際にですね、実装していこうと思うと、細かく制度設計していかなきゃいけないです。なんですけれども、そもそも自分の人事報酬制度が本当に問題だったかっていうところを見直していただくために今回コンセプトとしてご用意させていただきました。さあ、まとめと積み残し課題なんですけれども、今日お話しさせていただいた人事報酬制度なんですけれども、一つは今日お話しさせていただいたことを元にして、いや、うちってずれてるかずれてないかっていうところをまず考えてみてください。はい、ずれてるかずれてないか、はい。ずれてるなと思ったらですね、何から取り組むべきかはたった一つなんです。これいつも私がお話しさせていただいていること。何かというと、自社の提供している価値は何かを改めて考えてください。
え、人事制度考えるんじゃないの？と。違います。なぜなら、経営者である皆さんが、自社の提供している価値、つまりお客様がなぜ買ってるのかです。僕たちの売れてる理由じゃないです。こんなの作ったから売れてます、じゃないんです。お客様が買っている、つまり買って役立っているっていう価値の理由をちゃんと突き詰める。その付加価値というものを突き詰めて、そこからその方向に社員が向いていけるような制度設計っていうのがうまくいく人事制度、評価制度、報酬制度です。逆に言うと、この価値がわからないまま、報酬制度だけ作り上げたとて、うまくいくかもしれません。でも、もしかしたらみんな、頑張るだけ頑張ったんですけど、成果出ませんでした。なんで成果出なかったか。簡単です。成果っていうのは価値提供をした時に出てきます。だから、価値がわかんなかったから、頑張ったんだけど、成果出ませんでした。その時どうなるでしょうか。新しく制度設計したけど、結局みんなうまくいかなかったねって言って、結局うまくいかないんです。だから一番最初にやらなきゃいけないのは、自社の提供している価値は何かをきっちりと言語化して、これが私たちが提供している価値、そしてそれをお客様も認めているっていうことを突き詰めてください。で、その価値を全員で作り上げていくための制度設計っていうのを、この後にやっていただくっていうのが正しいです。ぜひそんなコンセプトで見ていっていただければと思います。Give up. If I do something, man, I'm